キャベル軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は96,319人であり、2000年の96,784人から0.5%減少した。軍庁所在地はハンティントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。キャベル軍は1809年に設立され、軍名は 1805年から1808年までバージニア州知事を務めたウィリアム・ウェイチ・キャベルにちなんで名付けられた。キャベル軍はケンタッキー州とオハイオ州にもまたがるハンティントン、アシュランド大都市圏に属している。2010年時点で都市圏人口は28万7702人である。2013年2月28日から都市圏の定義が変わり、 人口は36万3000人となった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は288平方マイルであり、このうち陸地282平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は2.23%である。ハンティントン市にあるキャベル軍庁舎、この建物に軍の管理部門の大半が入っている以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ありがとうございます。